ね、今6周年ライブ皆さん来ていただいてるじゃないですか。1年前の5周年ライブ来たよって方いますか？たくさん、ありがとう。そしてちなみに渋谷渚ちゃんがピアノを弾いた日に来たよって方いますか？いっぱいいる。なんとちょっとね、ちょっと渚、渚、まさか渚ちゃん、まさか渚、いや今回は5周年ライブでピアノを弾かせていただいたんですけど、ちょっと不祥事がございます。不祥事はなかったです。不祥事ではない。でも6周年ではリベンジをしに来ました。おー、わくいつか、はい、もう後ろにね、だんだんちょっとやばい、あの時思い出しますね、ピアノが、あ、抱き合ってる。ありがとうございます。素晴らしい。はい、でもほんまにもう1年間ね、なぎさもすごい、いろんな思いがあったと思うし、メンバーのみんなもめちゃくちゃ応援してるから、なぎさ一人にしちゃうけど頑張ってな。頑張って頑張ってください。なぎさくれれ、なぎさくれれ、なぎさ頑張って、なんかやりにくいな。正直、ピアノはトラウマです。はい。ですが、5周年ライブでは皆さんに助けていただきました。ですが今回は一人で最後まで歌い切りたいと思います。皆さん、温かく見守っていただけるとすごく嬉しいです。ありがとうございます。そして今から皆さんに聴いていただく曲は、心を閉ざしていた男の子がある女の子と出会って変わった、そんな素敵な曲です。そして私にとって大切な曲です。聴いてください。君と出会って僕は変わった。追いかけてみること、今浸いに
とうございました。